はい、どうも、朝日です。今日はですね、川上美恵子さんという小説家の、ね、方がですね、国際ブッカー賞という、イギリスの文学賞にノミネートされて、ショートリストっていうね、6作品ぐらい選ばれる中の一冊で、ヘブンという川上美恵子さんの小説が選ばれて、ただそれだけで動画撮ってるだけなんですけど、実際まだ受賞作は決まってないですし、もしかしたら美恵子さん、川上美恵子さんの小説が受賞されるかもしれないし、それはね、わかんないんですけど、以前小川陽子さんがね、ノミネートされてましたけど、そのもっと前を言うと、大江健三郎さんがね、ノミネートされてて、大江健三郎さん、まだね、その頃は国際ブッカー賞のシステム自体がまた現在とは違って、作家自身に与えられるっていう賞だったのが、作品に賞を与えるっていうね、ような感じになって、それで、現在のような国際ブッカー賞の形になってからっていうのは、そういう意味ではまだ日が浅いというか、数年ですよね、10年経ってないぐらいですかねっていう感じなんですけど、そもそものそのブッカー賞っていうもの自体が昔からあって、権威ある賞なんですね。一時期満ブッカー賞とか言われてたりとかして、また今は普通にブッカー賞って言われてると思うんですけど、ヘブン自体はね、2009年に出た小説なんで、もう10年以上経ってるんですけれども、この度翻訳されてイギリスで出版されて、でそれでブッカー賞にノミネートされたっていう感じですね。ロングリスト、ショートリストってあって、最初12作品ぐらい選ばれて、でその中からさらに6作品ぐらいに絞られるっていう、その6作品がショートリストって言われるものですね。川上恵子さんっていう小説家はですね、もう本当に日本では人気のある作家なんで、結構読まれてる人が多いんじゃないかなと思いますね。芥川賞も受賞してますからね。チツとランっていう小説で芥川賞を取って、っていう感じでね、昔は大阪弁を主体とする、ちょっと実験的な文体 でしかもかなり哲学小説みたいなね、感じの色合いが強い作家で、文体だけで言うと町田光さんとかに近いような感じっていう特徴がある作家だったんですけど、ヘブンっていう小説はね、2009年に出て、その時に今までの大阪弁的な雰囲気ってものを一切なくして、極めて標準語で書かれていて、でしかもその今までの哲学的な思考みたいなのはずっと私立インハーとかでもあったんですけど、それがね、もう極端に哲学的な小説になったんですね、ヘブン でしかもこれは単に哲学的っていうだけじゃなくて、もう思いっきりニーチェの哲学なんですね。ニーチェっていう哲学者は人気ですけど、このニーチェ哲学を、もう本当大胆にというか思いっきし取り入れた小説みたいな感じで、ある意味分かりやすい哲学小説と言ってもいいかもしれないですけどね、っていうところがあるっていうところで、かなり問題作という、あんまりヘブンが出た時に問題作みたいな言われ方はされてなかったと思いますけどね、普通に感動する泣ける小説みたいな感じで、帯とかにもね、なんか涙が止まらないみたいな感じで書いてあったと思うんですけど、そういうか、でもその、なんでこれが問題作って僕が言ったかっていうと、そもそもニーチェっていう哲学者は問題ある哲学者なんですね。どういうふうに問題があるかっていうと、その哲学観というかニーチェが述べてきたことっていうのはとてつもなく批判されてきたんですね、ニーチェっていうのは。一時期はもう本当に無視されてましたし、出版禁止に近いような感じにもなってたし、いまだに批判っていうのはすごいですね。で、批判がある一方で、フランスの現代思想以降ですかね、特にポストモダンって言われるような時代に、ニーチェがかなり再評価されていったと。でさらに言うと、ここ最近っつっても10年ぐらいですかね、でニーチェがちょっと自己啓発本っぽい感じで利用されたりとか、ニーチェのなんて格言みたいなね、感じで利用されたりとかっていう感じで、なぜかめちゃくちゃ人気な一方で、めちゃくちゃ批判もされてるみたいなね、感じなんですね。だからすごい不思議な存在で、そういう意味ではすごい面白いんですね。で、川上恵子さんのそのヘブンっていう小説で言うと、そのニーチェの哲学が
的哲学的な議論っていうのがその小説の中に、まあ、完全にもう思いっきり組み込まれてて、でさらに言うと、まあ、今までニーツが批判されてきた部分みたいなものを浮き彫りにしつつ、でもこういう解釈もあるっていう風な感じで提示したっていうような部分が僕はあると思うんですね。で、まあ、川上英子さんのニーツェ感というよりは、まあ、永井仁志さんというね、あの哲学者の方が、川上英子さんに多大な影響を与えていると。で、永井仁志さんと川上英子さんは、まあ、こう対談したりとかね、っていう関係性のある2人なんですけれども、まあ、そういうこともありまして、なかなか興味深い小説 でこれが、まあ、英語圏で西洋でどのように受け入れられるかっていう、またどのような批判が来るかっていうのはね、非常に興味深いなと思うんですけれども、まあ、でも少なくともまあこのショートリストに載った時点で、まあ、相当な評価されているだろうっていうのはまあ分かりますよね。で、ブッカー賞の特徴っていうのは日本の芥川賞とかと全然違って、まあ、まず選考委員がね、小説家ってほとんどいないんですよね。いわゆるジャーナリストとか、まあ、それこそ哲学者とか、歴史家とかね、まあ、そういう人がすごく多い、まあ、要するに学者みたいな人が多いんですね。で、まあ、もちろん小説家もいるし、ただその小説家、その選考委員の中の小説家の割合ってかなり少ないイメージですね。で、しかも審査員は毎回変わるし、で審査員を選ぶための審査会みたいなのがあったりして、かなり厳密にこう、なんていうか、賞自体が偏らないような感じですっごい気を使ってるんですね。ブッカー賞っていうのはもう1年を通して、もう小さなレベルでの候補作みたいな、もう何十冊、まあもしかしたら100冊以上の小説を全て読んだ上で審査していくんですね。もう審査員全員がですね。だからもう本当に、なんか文学賞という意味では、まあめちゃくちゃガッツのあるというか、しっかりした賞っていう感じのイメージですかね。でも、ヘブンという小説のあらすじを簡単に言うと、まあ、いじめられっ子の話ですね。主人公ボクっていう主人公がいじめられっ子で、まあ、シャシ、思ってる子なんですね。シャシっていうのは、その人間の目っていうのはね、同じ方向に両目がこう向くようになってるんですけど、まあ、その向き具合っていうのが、両目がちょっと違う方向を向いてたりとかね、ってするわけですよ。それが写真なんですけど、まあ、人は誰でもね、ちょっとは写真なんですよ。多少は内側に向いてたりとか外側に向いてたりとか、多少ずれてるんですけど、まあ、うまく脳の機能でね、ごまかしてちゃんと 3D に見えるみたいな感じなんですけど、まあ、それがあまりにも行き過ぎると、もう明らかに見た目が、目線が違うなっていう風な感じで思うんですけど、それが写真で、まあ、彼はそれが原因なのか何なのか、学校でいじめられてるんですね。で、もう一人いじめられっ子がいて、小島っていう女の子なんですけど、まあ、彼女は家が貧乏だとか臭いだとか、そういう理由で汚らしいとか、そういう理由でいじめられてて、まあ、その僕と、もう一人のいじめられっ子の小島が交流していくっていう話ですね。いじめられっ子同士が、まあ、何だかの共感してって、仲良くなっていくっていう、まあ、簡単に言うとそういう話ですね。まあ、このニーチェの思想と川上英子さんのヘブンっていう小説がそういう共通性を持っているっていうね、ことはもう本当散々言われ尽くされてきたことですし、まあ、改めて言うまでもないんですけど、まあ、どういうところがそう見えるかっていうと、まあ、まず小島っていう人ですね。まあ、小島っていうのはそのワーグナーの奥さんで、小島ワーグナーっていう人がいたんですけど、まあ、ニーチェは小島ワーグナーに恋をしていたというか、なんというか、ちょっと頭おかしくなって、もう本当に自分の女だみたいな雰囲気のことを勝手に言い出したような感じなんですけど、それで小島は引いていたっていう感じらしいんですけど、まあその小島であると。まあ、そこからね、名前を付けたんだと思うんですけど、その小島っていう女の子は、まあ、簡単に言うとキリスト教の象徴みたいな感じの人なんですね。まあ、いじめられているということには意味があって、でこうやって蔑まれているっていうことはむしろ美しいことなんだと。でそれを神様は見ていて、いじめられればいじめられるほど、なんかまあ徳が積まれていくみたいなね、まあ、そんな感じで、こういじめられているということをいいことだというふうに受け止めて、それに耐え忍んでいるっていう、まあ、修行みたいな感じですね。まあ、そういう象徴なんですね、キリスト教的な象徴で。まあ、それと別にですね、まあ、いじめっ子側ですね、いじめる側の
まあ、リーダーというかちょっと、不思議な存在みたいなね、インフルエンサーみたいな、もう実行犯のリーダーではないんですけど、まあ、すごい影響力持った男っていうのがいて、モモセっていうんですけど、まあ、彼が、まあ、言ったらニヒリズムと言われる、まあ、ニーチェを代表する言葉がね、ニヒリズムってありますけど、まあ、その象徴みたいな感じですね。でその2人のこの哲学観というか意見を僕はずっと聞いてるっていう感じなんですね。僕はあんまり意見がなくて、こうするべきだとか、特にないんですね。なんでいじめられてるんだろう、嫌だなっていう感じでいつも悲しんでるっていうだけで、特にこうなんていうか個人の哲学みたいなものはほとんどないんですね。でこのキリスト教とニヒリズムみたいな対立っていうのは、まあ、これ極めてニーチェ的で、まあ、ニヒリズムっていう言葉自体がね、やっぱりニーチェが広めましたから、その前にあった例えばペシミズムみたいな語感とは、まあ、全然違うわけですよね。悲観主義みたいな、まあ、ニヒリズムっていうのはそのもう簡単に言うと、まあ、正しいものなんてないっていうような感じですね。まあ、神、それ言い換えると神様なんていないっていう風な言い方もできるんですけど、もう善とか悪とか、絶対的な善とか絶対的な悪みたいな、そんなの存在しないと、もう見方とか立場によって正しさは変わってくるんだっていう風な、感じの考え方ですね。でこれは相対主義っていう風な、思想につながってくるわけですけど、まあ、相対主義っていろんなところに現れてると思いますけど、まあ、例えばこう戦争が起こってね、まあ、ウクライナとロシアでもいいですけど、で、まあ、プーチンが悪い、プーチンは絶対悪だっていう風な感じでね報道されますけど、その一方でいや絶対悪なんてものはないと、こう立場によって今はプーチンが悪だというふうに見えるけれども、それはロシアの側に立てばロシアなりの大義があるんだっていうふうなね、まあ、そういう感じがざっくばらんに言うと相対主義かなっていう、感じなんですけど、でもうちょっとニーチェについて話すと、まあ、最初もちょっと言いましたけど、ニーチェっていうのはもう本当に問題視されてる哲学者で、危険な哲学者っていう感じなんですよね。めちゃくちゃ批判もされてる一方で称賛もされてるみたいなね。どのようにね批判されているかっていうのをちょっと引用してみたいと思います、まあ、これはスティーブン・ピンカーという人が書いた21世紀の啓蒙というね本で、大変面白く読んだ本ですけど、ここからニーチェについて引用したいと思います。ニーチェがロマン主義的軍国主義の形成に一役買い、それが第一次世界大戦とファシズムにつながり、さらに後者が第二次世界大戦につながったことはあまりにも明らかだ。ニーチェ自身はドイツナショナリストでも反ユダヤ主義でもなかったが、その言葉がナチスの典型的なプロパガンダのように聞こえるのは偶然の一致ではない。ニーチェはその死後ナチスのお抱え哲学者になったのだから、っていうような感じですね。でこれは、このスティーブン・ピンカーは、まあ、ニーチェを大批判しているわけですよ。でそうではなくて、哲学者でニーチェを研究しているような人たちは何て言っているかっていうと、永井仁志さんのね、これがニーチェだという本なんですけど、まあ、これはまさにね、あの永井仁志さんのニーチェ感っていうのは川上美恵子さんに影響を与えているわけですけど、この中で永井仁志さんはニーチェをどのように評価しているかっていうのをね引用したいと思います。ニーチェの中にはおよそ人間社会の構成原理そのものと両立しがたいような面さえある。彼は文字通りの意味で反社会的な世の中を悪くする思想家なのである、っていう感じでね、永井仁志さんはニーチェをもちろん称賛しているし、ニーチェは素晴らしいって言ってる人なんですね。にもかかわらずニーチェが社会に与える影響みたいなことに関しては、悪いことだと言ってるんですね。悪い影響を与えているって言ってるんですね。まあ、このようにあのニーチェ批判する人もむしろニーチェが好きだという人も一致して、ニーチェは社会に悪い影響を与えているって言ってるわけですね。なので、まあ、その部分については間違いないかなと思うわけですけど、まあ、特に歴史的に言うとナチズムとのつながりみたいなものがよく言われるわけですけど、まあ、別にニーチェとナチズムは全然つながりはないんですけど、そのニーチェの思想が、まあ、ある種差別的だったり優生思想と結びつくような発想で、さらにその、まあ、超人って言われるものとかね、まあ、そういうものがこの独裁体制、ヒットラーに共感を与えたと、っていう風な感じですね。弱者と強者という対立で、弱者をなんていうか、批判していくっていうような感じなんで、まあ、それが、まあ、言ったら、優生思想というか
ユダヤ人虐殺にまでこう拡大されてったっていう、拡大解釈されてったっていう感じはね、否めないかなと思いますね。まあ、そのヘブンっていう小説の中で、その小島がね、とりわけ言うキリスト教的な考え方みたいなものがやっぱり弱者についての、賛美なんですね。弱者というものは素晴らしいと、で弱いっていうことは強いことなんだっていうふうなね、ことを言うんですね。まあ、これは若干同着語法っていう感じですけど、その弱いから素晴らしいとか弱者は美しいみたいなね感覚っていうのは、まあ現代でもすごく共感される、雰囲気だと思うんですよね。まあ障害者の問題も似たようなところがあるなと僕は思うんですけど、まあ障害者は障害であるということ自体が素晴らしいみたいなね、まあそれは言い換えると障害は個性だっていうね言葉とかとすごく似てますけど、まあ障害を持った人、例えば、足がないとか手がないとか、そういった人に対して、その足がない手がないことこそがあなたの個性ですよっていう、素晴らしいことですっていう風な感じですね。それなんていうかね、こう平等とか福祉とかの概念とはちょっとぶつかるところがあるんですよね。っていうのもやっぱりこの福祉の概念っていうのは、例えば手がないとか足がないとかってなると、あ、それは生活が大変ですねっていう、まあ、生活が大変ですねっていうのは要するに弱者ですねっていうことじゃないですか。あなたは弱いですねと、なのでこう支援してあげましょうって言って、障害者年金みたいな発想につながっていくわけですよね。ニーチェはそういう弱いイコール強いみたいなね、弱いことが美しいんだみたいなものをまあ批判していったんですね。まあ、要するにその小島的な発想っていうものを批判して、まあ、弱いは弱いと、で弱いは弱いはずなのに、なんで弱いことが強いみたいな逆転の発想が生まれたかっていうと、これはルサンチマンだと言って、ルサンチマンっていう言葉もやっぱりニーチェを代表する言葉ですよね。ニーチェといえばルサンチマンというか、ルサンチマンといえばニーチェというか、でこれはもうそういう妬みとか嫉妬とか、そういうものによって生まれた、まあ、言い訳に過ぎないというふうな、感じですね。ただしその弱者と強者のニーチェ的な考え方っていうのは、なんか一個救いがあって、そのまず弱者を弱者として認めるっていうことですね。で認めることによって福祉みたいなのが成立するわけですけれども、さらに言うとその弱者が突発的に強者になるタイミングっていうのが、あの可能性として残されてるんですね。何かっていうと、一個はテクノロジーだと僕は思ってるんですけど、ニーチェはテクノロジーなんて言ってないですけど、でこれが主人公でいうシャシの問題なんですね。でシャシによって主人公はいじめられていると、って思ってたんですけど、まあ、結局その百瀬っていうね、もういじめっ子のその知能犯みたいな人と対話した時に、いやお前がシャシかどうかなんて知ったことじゃないと、お前ただたまたまいじめられてるだけで、そのもう本当は偶然なんだと、でいじめられる原因なんてないし、いじめる理由も特にないっていうね、たまたまですみたいな感じで言って、そういう善と悪みたいなものもないし、もう偶然に過ぎませんっていう風なことを言ったんですね。これはもうめちゃくちゃニヒリズム的な発想ですけど、サシによって自分がいじめられているっていう大きな存在だったんですけど、大したことない存在なんだと、いう風なことに気づくわけですよね。である時病院に行くと、お医者さんから、え、サシ治さないのみたいな感じで言われて、え、治るんですかみたいな聞いたら、いや、あの2万円ぐらいで治りますよみたいな、めちゃくちゃ安いんですね。入院はどんぐらいかかるんですかっていう、まあ、1日で日帰りで治りますみたいな、そんな簡単な手術やったんかいなみたいなことで愕然として、こんだけ悩んできたものが1日で治るっていうね、ことに気づくわけですね。でそれを小島に相談すると、小島が怒り出すんですね。私はあなたのシャシが好きだと、あなたのそのいじめられる原因になっているシャシが私は美しいと思ってる、だから直さないでほしいっていうことを言うわけですよね。弱者であること自体の美しさみたいな話なんですけど、まあ写真でね、ずっと悩んできて、でそれを1日で 2,3 万ぐらいで簡単に手術して日帰りで帰れるみたいなねことを知らないっていうのは、なんかすごく意外に思えるんですけど、なかなかその写真の人でそんな簡単にシャシが治るなんてことを知らない人は多いらしいんですよね。で、医者からもそのシャシ
を治す手術っていうのを勧められないっていうか、勧めないお医者さんが多いらしいんですね。で、僕はこのなんか日本視能矯正学会っていうね、学会のその文章を読んだんですけど、日本の眼科医のなんか常識、変な常識みたいなもので、両眼視機能の解決みたいなものを最優先にしてたらしいんですね。その両目でものを見て 3D に見えるっていう、まあ、両目の機能ですよね。でこれが問題なんだと。でそれを直すことが最優先だっていう風な感じで、斜視の問題っていうのは両眼視機能を正常にしていくっていう風な努力に取り組んできたわけですけど、確かにそれも大事なんですけど、ただその実際は斜視の問題って見た目の問題なんじゃないかっていう風なことに、なってきたわけですよね。要するにいじめられたりとか、社会にうまく溶け込めなかったりとか、すごいコンプレックスだったりとか、要するにこう物事がいかに両目がこう 3D としてうまく、的確に見れるかというよりは見た目が良くないっていうね、バカにされたりとか、もうそれこそが写真の問題なんだっていうことを、まあ、現代では盛んに言うようになって、それやっぱりその両眼視機能を直していくよりも先にまず見た目を直して、でそっからその両眼視機能の問題に取り組んでいくべきっていう、二次的な治療として両眼視機能の問題に取り組むべきだっていうふうなことを最近は言ってるらしいんですけど、その今までっていうのはそのむしろ逆だったっていう、見た目の問題っていうのはおざなりにされてたとっていうことらしいんですね。そういった経緯があって、斜視の治療っていうふうなものは普及してこなかったっていうね、ことらしいんですけど、まあそんなこともありまして、まあ、僕はそのテリー伊藤さんっていうね、あのタレントのテリー伊藤さんが斜視を最近数年前に手術したっていう話は僕全然テレビ見てないんで知らなかったんですけど、まあ、この度その記事を読みまして、まあ、テリー伊藤さんはね、もうだってずっと斜視の状態でタレント活動してたわけじゃないですか。みんな知ってるわけですよ。っていう状態で最近になって斜視を直そうとしたっていうね、でなんで今まで直さなかったんですかって聞かれて、いや知らなかったんだと直せないと思ってたっていうね、それは昔看護婦さんに、いや直せないと思いますよって言われたらしいんですよね。でずっとそうだと思ってて、最近できるっていうことに気づいてやったっていうことなんですね。でこれもやっぱテリーとさんなんかその写真の状態でバンバンテレビに出てますから、もうそれこそがテリーさんの良さというか、テリーさんのこの見た目の良さみたいなものが写真であるわけですよね。見た目の良さの一つがとだと思ったら違ったわけですよね。テリーとさんからするとこれはやっぱり嫌なんだと、コンプレックスなんだっていうことで治療したわけですね。で1日で治ってでその後にまあ眼帯してますけど、ちょっとして眼帯外して初めて鏡を見た時に、鏡に映る自分がどうして今までほったらかしにしたんだって言って怒ってきたらしいんですね。でそれに対してテリーさんは泣きながらごめんねって言ったらしいんですけど、事故で斜視になる前はテリーさんはしょっちゅう自分鏡で自分の顔を見て鏡に話しかけてたらしいんですね。まあ、かっこつけてなんか。それが写真になって、それを鏡を見て喋るっていうことをしなくなったなって、その時に気づいたらしいんですね。眼帯を外して鏡を見た時に、自分が話しかけてきたっていうのは、10代の頃の自分が話しかけてきたんだっていうふうなことを思って、10代の頃ずっと鏡に向かって話してた頃の自分が、現在の自分に話しかけてきたと。で、これはもう他人がなんか思う、この方がいいのにとか、思うことって、まあ、本人からしたらどこでもいいっていうか、知ったことじゃないと本人が嫌かどうかっていうのは、まあ、全く別の次元でもう想像もできないような苦しみがあるわけですよね。だからそれをなんかとやかく、いやこれも個性だよとか、これこそが美しいとかね、まあ、言えないなっていうふうなことを僕はテリーさんのその話を聞いて思ったんですけど、まあ、まさにヘブンの中ではそういう弱者の弱者たる部分の美しさ、これこそがいいんだとっていう小島的な理論があり、まあ、ニヒリズム的な百瀬っていうキャラクターの考えで、さらにどうしていいか分かんない僕っていう風なことがあって、そしてまあオチまでははっきり言わない、ネタバレに、あまりにもネタバレになってしまうんで言わないですけど、まあなのでこのニーチェ、波乱含みのニーチェっていう大問題の哲学者、もう良くも悪くもですね、まあいい部分も
おそらくいっぱいあるし、まあ、一番いい部分はそのキリスト教的な批判だと思いますし、さらに相対主義的な考え方っていうのも一見批判されますけど、それ相対主義の良さっていうのはたくさんあるわけで、それもニーチェの功績だと思いますけど、弱者の根本原因を簡単に解決できるかもしれないっていう、もしその状態になったらどうするかっていう思考実験みたいなことを加賀美恵子さんが小説の中でやってるんですけど、これはもう本当に面白いですね。まあ、本当に加賀美恵子さんって文章がめちゃくちゃ上手くて、いじめの描写もめちゃくちゃリアリスティックだし、まあ、皆さんまだ読んだことがない方がいらっしゃったら、そのヘブン読んでみてはいかがでしょうか。まあ、こういう善悪の捉え方とか、弱者と強者の考え方みたいなものに興味が、おられる方は、まあ、ニーチェの本を読んでみるといいかなと思います。ただニーチェっていう思想家哲学者はやっぱりその全面的に批判もされてるし肯定もされてるっていう、この議論があるっていう部分をやっぱり知った上で読んだ方がいいかなと僕は思いますけどね。ニーチェを全力で崇拝するのはダメだって永井仁志さんは言ってますから、ニーチェの本を読みつつその批判とかも検討していくのが一番いいかなと思いますけれども、ということで、加賀美恵子さんのヘブンについてお話ししました。以上です。ありがとうございました。